三式中戦車。三式中戦車チヌは、第二次世界大戦後期に登場した、第二本帝国陸軍の戦車、中戦車。第二次世界大戦突入時の日本陸軍では、新鋭の機構戦力として九十七、式中戦車チハを配備していた。太平洋戦争、大東亜戦争初戦において、九十七式中戦車は、南方作戦におけるビルマ攻略戦やフィピン。 攻略戦に投入されたが、主砲九97式5センチメートル7戦車砲の、威力不足から連合国軍の M3 系戦車に対し、苦戦を強いられた。そこで陸軍では、新鋭対戦車砲である、一式軌道47ミリメートル砲をベースとする、一式47ミリメートル戦車砲に換装した97式中戦車地発進砲等型と一式中戦車、地平を実用化し、 M3 系戦車に対抗可能となった。しかし、第二次大戦中期頃から、アメリカ軍は、より強力な M4 中戦車を大量に配備し始めた。そのため、これに対抗する新鋭戦車が必要となっていたが、四式中戦車地ととも式中戦車地理は開発中で、あり、量産はまだ先のことだった。このような経緯から、1944年、昭和19年5月、 一式中戦車の武装をさらに強化し、姿勢値と一号車の姿勢 5cm7 戦車方針。新は以前に駆逐戦車用に開発されていた姿勢 57mm 戦車砲と別するための故障であり、表記は丸の中に芯を搭載する新中戦車、兵が構想され、最終的に三式中戦車チヌが開発されることになった。 試作者は1944年9月に三菱重工で完成し、10月に量産に移された。早急な戦力化が要求されたため改装は、必要最小限に止められていた。この措置は短期間での開発を可能としたが、手法を選定するに際し、当初は95式や法、後に90式や砲を選択し、これをほぼそのまま砲塔内に搭載した。これにより、 砲塔の大型化や中隊複雑器の砲塔外露出、水平左線及び撃発装置の位置の適正化が図られていない等の不利な点が埋まった。構造はオーソドックスに前装機式車体へ砲塔を搭載している。車体は一式中戦車のものを使用。隠寸度は全長5.731メートル、全幅2.334メートル、全高2.61メートルである。 全備重量18.8トンの車体を支える離帯は3 3 0ト、mm、ル幅のものを連結し、設置圧は0 7キログラム、平方センチメートルである。車体後部にディーゼルエンジンを配置し、プロペラシャフトを介して動力を車体全部のトランスミッションに伝達する。トランスミッションはクラッチブレーキまたは優勢歯車式の走行方式を採用した。 トランスミッションに組み込まれたブレーキを点検するための窓が車体前面の上部装甲板に2箇所設けられている。またトランスミッションはこの上部装甲板のボルトを取り外し、ウィンチで吊り上げて収める。操縦はハンドル方式ではなくレバー方式である。操縦手から見て前方右側からアクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダルが並び両足の間に 手動制動レバーが配置される。手で操作するものとして、右側走行レバーと制動レバー、左側走行レバーと制動レバーが配置された。軽機類は座席右側の壁に配置された。このトランスミッションの後方、車体全部右側に操縦席を配置、左側に無線試験前方重手席を配置した。搭載砲塔の大型化により、一式中戦車で設けられていた。 重手用ハッチは廃止された。操縦席前面の操縦手用ワイザーは髪型へ押し上げて開放でき、外界をより広い視界で見られる。前方重手席の機関重火砲には、無線機及び無線機バッテリーが設置される。車体、走行装置は一式中戦車のものが使用されている。前方に軌道輪、最後部に誘導輪を廃止、天輪は片側6個を用いている。さらに、 上部天輪三個で離体を支えた。喧嘩方式は日本独自の鶴巻バネ方式である。天輪を二個一組としてラら腕で接続し、この天輪から伝えられる衝撃をラら腕がバネへ伝達する。バネは水平方向に取り付けられており、衝撃を緩和吸収する。これはトーションバーのように床下のスペースを消費せず、また地形追従性能が高い喧嘩方式であった。 誘導輪の基部に、離体のテンションを調節する、離体緊張装置が取り付けられている。砲塔は全体として六角形を構成している。圧縁鋼板を組み合わせた平滑で、直線的な構成であり、左軽視はさほど取り入れられていない。砲塔後部側面の両側にピストルポート、銃眼付きの展望窓が設けられている。また、砲塔後面にもハッチが設けられた。 砲塔の天井には後方から見て右側に社長用の展望塔が設置されその左側にハッチが設けられたこの展望塔には内部に防弾ガラスのはめられたスリット、天使鋼がついているスリットは後方と前方のものが特に大きく視界を意識して設計されている砲塔内部の上員配置は後方から見て 右側に社長、左側前方に報酬、その後方に装填手が登場したと推測される。報塔バスケットは装備されていないが、報塔の駆動は電動旋回式である。他に手動の旋回装置が社長と報酬用に装備された。大まかな旋回は動力で回し、照準用の微調整は手動でいった。報塔上面の全部には、 炎筒の穴が開けられているなど、ベンチレーター、換気扇の後付け装着が考慮されていた。一部の量産車両には、ベンチレーター、換気扇が装着された車両が存在した可能もあるが、現存資料、写真では確認されていない。旧軍戦車は、空冷ディーゼルエンジンの吸気口が、車内にあったので換気が良く、ベンチレーターの必要性がなかったという3、式中戦車の乗りの証言がある。 本社が搭載している3式 7cm 半、戦車砲2型、初速 668m 毎秒、リメ 75mm、38口径は、野砲である90式野砲をベースとしている。砲の設計の変点としては、原型の90式野砲を1943年度から、1式 7cm 半自走砲法にあえ、改修し、 さらに3式 7cm 半戦車砲を経て3式 7cm 半戦車砲2型になった。3式 7cm 半戦車砲2型の開発開始は1944年6月、試作終了は同年8月である。自走砲の搭載砲と異なり、砲塔に直接搭載するため、砲から方向旋回装置が撤去されたほか、砲が 高低標準機を新たに設計した。回収時間の少なさから、野砲の構造をほぼそのまま転用したため、中体副雑を収めている八日橋というか下体が、砲頭から大きく突き出している。砲の不要は、高低標準機ハンドルを砲手が回し、ギアを介して砲身が上向き、また下向いた。三式七センチメートル反戦車砲の高低車界はマイナス十度プラス十五度であった。 三式七センチメートル反戦車砲の五座長は、九十式野砲を改良し五座長を短縮した位置、式砲戦車と同じく680ミリメートルとなっている。射撃速度は三式七センチメートル反戦車砲のベースとなった九十式野砲の場合、2分以内ならば、毎分10から12発、5分以内ならば、毎分6から8発、数時間の持続射撃ならば、 毎分二発であった。他に特徴的な点として、野砲、野戦お及び一式7センチメートル半自双砲の射撃砲とほぼ同じく砲手が発射装置を持たず、撃発手、無線手が兼任。専属の撃発手が登場していたとする説もあり、その場合は乗員6名となる。画放右側にあるへしゃげなは、竜状を引いて撃発することが挙げられる。 激発手がいない場合、もしく激発が行えない状況では、戦車長がへしゃげ縄を引いて撃発した。そのためへしゃげ縄は90式野砲のものよりも余裕のある長さと決められていた。照準は一式照準眼鏡行を放手が観測し、方向と方の不行を決め、発射は激発手、もしくは戦車長が担当するという変則的な作業であった。 これには指揮官が作敵と指揮に専念することを妨げるほか、同目標に対するタイミングを報酬が取れないという問題がある。また汚染は水平左線式で自走砲のものと変わらない。蛍光砲弾は70発で、30発は戦闘室の床下、40発は砲塔の張り出し部に搭載した。装甲貫鉄能力の数値は、 射撃対象の装甲板や実施した年代など、試験条件により異なる。装甲間鉄力は、通常の一式鉄鋼弾を使用した場合は、距離1000メートルで約70ミリメートル、500メートルで約80ミリメートルで、タングステンクロム鋼弾の特攻を使用した場合は、距離1000メートルで約85ミリメートル、500メートルで約100ミリメートルだった。一式鉄鋼弾は、 気象金属の配給上の問題により、クロム1%モリーブデン0.2%、多少量のニッケルを含有した高炭素鋼を使用したアメリカの鉄鋼弾となり、炭素0.5から0.75%を含む鋼を作出して成形、炭型へ加工後に熱処理で硬化して作薬を充填したものを用いていた。1945年8月の アメリカ急陸軍省の情報資料によれば露覚した90式野砲の装甲貫鉄能力の数値は一式鉄鋼弾を使用し弾着角90度で命中した場合、射距離1500ヤードで2.4インチ、1000ヤードで2.8インチ、750ヤードで3.0インチ、500ヤードで3.3インチ、250ヤードで2.4インチと記載されている。 当時のアメリカ軍主力戦車である M4 中戦車の装甲が、砲塔前面で 76mm に達し、また鋳造製造、装甲のつなぎ目がない、車体前面装甲は 51mm であるが、約56度傾斜している、左停視を考慮。日本陸軍の認識としては、1944年6月に教育総幹部が示した M4 中戦車2体、 する各種肉耕資材、兵器を持ってする攻撃部位、効果、工術のように M4 中戦車の走行を若干厚めに想定した、思われ、実戦ではおよそ100メートル、あり族500メートル毎秒で M4 中戦車の正面走行を貫通できると考えていた。実際の M4 中戦車の正面走行に対しては、数値上は正面600メートルから貫通可能であるが、 装甲の傾斜などから、長弾の可能性が高い。バイザー部分は、サドが緩く、数値上は800メートルから撃破可能である。側面に関しては2000メートルから貫通でき、砲塔側面も距離1600メートルから破壊できた。フィリピン防衛戦において、原型の90式野砲を搭載した1式7センチメートル半自走砲。 コニアイが射距離500メートル程度から M4 中戦車を正面撃破した事例や、硫黄島の戦いの戦訓法には、対戦車法としては旧式砲細部も効果的なりや、M4 戦車に旧式野法は極めて有利なりとしているほか、当時の三菱技術者だった大高修雄が、米軍の M4 と十分に戦える力はあったと思うと10回している一方で、 1945年5月に参謀本部と教育総監部が示した戦車用法では三式中戦車は600メートルにおいて M4 戦車の正面を貫通し得るも命中核の関係上その降参は禁章にして側面及び背面を攻撃するを要することをし1944年6月に教育総監部が示した M4 中戦車に対する各種肉工資材 兵器を持テ手する攻撃部位効果によれば、M4 中戦車の砲塔正面は45度傾斜した 85mm 厚走行、棒縦部は 85mm プラス 39mm 厚走行、車体正面走行は45度傾斜した51から 65mm 厚走行と想定している。と書かれており、本法の評価は定まっていない。 命中率に関し、1945年、昭和20年3月9日に、富士演習場で行われた実弾射撃訓練では、距離3000メートルから畳1枚分の面積を狙い、初段を命中させた。この精度に上院が驚いている。それまでの日本軍戦車砲は、口径が小さく、法命中降参票の数値では、 一式四十七ミリメートル戦車砲の場合は千三百メートルイエンで、命中率二十パーセントを切り、九十七式五センチメートル、七戦車砲では八百メートルイエンで、命中率二十パーセントを切った。したがって、当時の日本陸軍の常識としては、非常に、高精度であった。本社は、戦車砲と総連の同軸機銃を持たないが、車体前方銃として、 合計 7.7mm の97、指揮車最重機関銃を一丁備える、蛍光弾薬3680発。組み立ては、全面溶接、防弾後半は、第3種、表面焼き入れ後半が採用された。砲塔は、全面 50mm、側面全部が 35mm、側面後部が 25mm。 後面が二十五ミリメートル、上面は十ミリメートルの厚さがあった。車体は一式中戦車のものと同様で、装甲は前面五十ミリメートル、側面二十五ミリメートル、後面二十ミリメートル、上面十二ミリメートル、底面は八ミリメートルの厚さがあった。装甲の配置は、ソ連赤軍の T－ 三十四やドイツ軍のパンターのように、左軽視を大きく取り入れたものではなく。 また操縦主席のバイザーが可動式であること、車体前面部分に2箇所の点検窓が設けられていること等も、対男性から見て、好ましくない構造である。またこの部分にはトランスミッションを収める、関係上、秒破が用いられており、対弾力に劣る。防御力は一式抽選車と同等、前面 50mm だったが、 M4 中戦車の 75mm 砲や p 3 4の 76.2mm 砲に耐えられるものではなかった。そのため4式中戦車生産用の資材を流用して全面走行を強化する案も存在した。エンジンはディーゼルであり、燃料が被弾しても炎上しにくい特性を持つ。また、弾薬の一部、燃料が床下に配置されるなどの考慮がなされていた。 防御力のようとなる装甲についてだが、作家、芝良太郎の影響もあり、ある意味有名な話である。BR 新潮文庫から出版された彼の著書、歴史と視点、私の雑記帳に以下のようなエピソードを著述している。昭和20年、当時、見習い士官であった芝は事態に配備された3、式中戦車を見た。この時彼は、97式中戦車の装甲がヤスリで、 削れなかったことを思い出し、三式中戦車の装甲にヤスリを当てたところ、削れないだろうと思っていた装甲が削れた。これを見た柴は、腐っても、戦車ではないか。と絶句した。装甲の高度と防御力に不安を持った柴と上官は、安全とした顔をしていた、というものである。当初、柴の他の批判とは違い、見習い士官時代の様々な記述に関しては、 実体験に基づく内容であったため、事実だと受け止められ、旧陸軍に対する批判の根拠として挙げられることも少なくな。しかし、きちんと検証されないままこの内容だけが一人歩き、してしまった感があり、後に少なからず反論されている。比較的有名なのは、歴史学者の畑育彦の著書、昭和史の秘話を追うである。 彼は当時の所属部隊関係者などに聞き取り調査を行い、見習い士官時代の記述に関しては、信憑性の低さを指摘している。また、走行の質に関しては、秒節、リベット接合の97式中戦車の走行は、審判処理された表面高度の高い第2死亡弾後半であり、溶接の3式中戦車の走行は、表面焼き入れされた第3死亡弾後半となっており、 装甲の材質や装甲表面の処理の違いにも留意する必要がある。97式は走行の厚さと硬さで命中弾を弾き返すが、硬くしたが故に割れやすいという構造となっているのに、対し3式は筋質圧延鋼を採用することで同じように命中弾を弾き返すほか、粘りを持たせることで、被弾時に走行が割れにくさを取り入れている。そのため、 三式の装甲の型がある意味柔らかくなっているため、ヤスリで削れてしまうことは不自然ではない。ただ、戦争末期に生産されたため、額面通りの防御力を発揮できたかは不明である。また、構造の違いではなく、装甲の質自体の悪化により、本当に削れてしまったという可能性も否定できない。仮に、芝の観察が誤りでない真実であったとしても、他国にも、 類似例が存在しており、詳細は、方合戦車、A 型を参照、様々な点を考慮する必要がある。このほか、宮崎春の雑草ノート内にて、ドイツ戦車研究家である、富岡義勝氏との対談で、富岡氏は、九州かどっかの戦車工場に勤務していたという、人から、編集部に、三式中戦車の装甲板には、 ただの鉄を用いたという胸の手紙が届いたらしいと語っているが、あくまでも伝聞であり、手紙が送られてきた件が事実化を精査したわけではなく、曖昧であため注意が必要である。BR、なお、九州にある、兵器工場には、小倉陸軍造兵将や渡辺鉄工所、三菱重工長崎兵器製作所があり、前者二つは三式中戦車は製作されておらず、 後者は原爆投下により消失しているため資料が残ってない。エンジンは、統制型100式空冷、V 型12気筒ディーゼルエンジンを配置した。排気量は21.7リットル、最大出力は2000回転で240馬力、標準的には1400回転で200馬力を発揮した。 蛍光燃料は335リットルであり、燃費は1 0 0トルで110リットルを消費した。エンジンの排気は、車体後部のフェンダー上に設置されたマフラーから排出された。エンジンの冷却空気は、車体周部に設けられたフェンダーの裏面から排気される。設置圧は0 7キログラム、平方センチメートルであった。本社は、新地旋回が可能であり、 艦染会では十一点零メートルの回転半径を有した。機動性能は一式中戦車の全備重量十七点二トンから十八点八トンと重量が増加したことにより悪化し、路上最高速度は時速四十四キロメートルから時速三十八点八キロメートルへ低下したが、これは九十七式中戦車と同程度であり、連合軍の戦車比較して実用上遜色ない。 性能である。ただし、喧嘩装置の強化や従来より高高度の高慢眼中鉄鋼の導入で、足回りは改良されたが、天輪や駆動系等は97式中戦車譲りの1式中戦車と同様だっため、重量増加に起因する不具合が3式中戦車では、より顕著になったとされている。途半能力は3分の2、途小能力は1メートルであった。 航続能力は2 1 0トル、または3 0 0トルである。1945年4月23日に出された国軍新兵器便乱によれば、本社は不評戦闘に共同する上で対戦車戦闘を任務としていた。計画では、一式ミリ4 7トル砲2個中隊、三式中戦車2個中隊、自走砲1個中隊、作業中隊1個を、 不評の作戦と共同させるものである。このうち三式中戦車は攻撃の第一波に当たるのではなく敵に戦車を投入された場合に逆襲として用いると書きとされた。このため本社は陣地の後方へ配置させられることになっていた。直接の不評支援は 47mm 砲が担当することとされた。本社は1945年末以降に 日本本土にて想定された M4 中戦車との戦闘において防御力や火力に劣っている。3式中戦車の3式 7cm 半戦車砲は37.5合計 75mmM3 戦車砲を搭載した型の M4 中戦車とは同程度の手法貫通力であるが1944年後半より 欧州戦線において投入された52口径 76mmM1 戦車砲を搭載した型の M4 中戦車に対しては大きく劣る。実際には 76mm 砲搭載型 M4 中戦車が終戦まで太平洋戦線に投入されることはなかったものの、1945年末以降に想定された本土決戦において投入される可能性は高かった。一方、 機動力は同等であるが、当時の日本の橋梁や道路などのインフラは貧弱であり、三式中戦車がその18.8トンの全重を通過させるには公兵による支援が必要だった。ただし、日本軍の公兵機材は不足がちで重い。機構部隊は運用限界を超える可能性があった。急増戦車として早急に戦力化された。本社の性能では？ M4 中戦車に対し、戦車本来の機動戦闘を行うことは困難。防御力や砲の威力が不足し、正面から撃ち合って負けるである、可能性が高かった。したがって、本社の最適な運用は、あらかじめいくつかの戦車号、砲頭だけ出して射撃できるような土盛りを作り戦車をダグインさせ、敵戦車を十分引きつけた後に射撃開始、敵戦車や航空機からの反撃が来る前に、 人知転換し射撃継続というような放戦者的なものにならざるを得なかったであろう。それでも従来の一式放戦車に比べ密閉型の旋回砲とを持つことから敵軍の事前砲爆撃からの生産性は比較にならないほど高く、砲が全周旋回することから駆動系に負担をかけずに砲を施行することができ、有用性は大きく向上している。砲の威力不足は認識されており、 三式中戦車には攻撃力を増強した改良型が計画されていた。四県市によれば一式中戦車の量産枠のうち350両が本社に転換されたが、製造開始時期の遅さ、1944年11月製造開始もあり、第二次大戦終戦までに166両、1944年度に55両、 1945年度に111両が生産されたに止まっている。生産数については諸説あり、他に60両説などがある。計画上は昭和19年度に50両、昭和20年度に300両の整備が予定されており、うち140両は4式中戦車の整備状況を勘案した上で5式7センチメートル半戦車砲、通型を装備することが検討された。 量産は、三菱重工、相模陸軍造兵商、日立製作所などが担当した。これらの工場は、被爆を免れて、生産を続け、終戦直前の段階では、月産40両丁となっていた。昭和20年度調達兵器品目因数表によれば、1945年度には150両の生産が計画されていた。三式中戦車は、 二式砲戦車ホイや三式砲戦車ホニスリーなどと、共に日本国内の気候部隊、戦車連隊等に配備され、本土決戦、結合作戦に備え温存された。そのため、実戦投入された一式砲戦車ホニアイ、四式15センチメートル自走砲ホロなどと異なり、連合軍と砲火を交えることは、ついになかった。主な配備部隊は、 独立戦車第4旅団の戦車第19連隊、20両、戦車第42連隊、10両、独立戦車第5旅団の戦車第18連隊、20両、戦車第43連隊、10両、独立戦車第6旅団の戦車第37連隊、20両、戦車第40連隊、20両などである。これらの部隊は、敵の上陸の予想される、九州地方、 オリンピック作戦に配備された。他に、コロネット作戦に対応するため、関東地方の戦車第4師団にも配備されている。終戦に伴い、大半の3式中戦車は、連合軍に引き渡され処分されたが、2両だけが残され、その1両が、茨城県土浦の陸上自衛隊武器学校に89式中戦車と共に収蔵、展示されている。 3式中戦車には、さらなる改良型が存在する。4式中戦車の開発と配備には、相当に時間がかかる見込みであったため、従来のラインにある3式中戦車を改良し、連合軍戦車との性能差を縮めることが、目的であった。4式中戦車や5式中戦車等に搭載された後、式 7cm 半戦車砲、原型は4式 7cm 半後車砲を、 搭載して攻撃力をさらに強化し、溶接を多用することで、車体強度も強化されている。また、若干の走行強化も予定されていた。211号車以後にこの要目で生産される予定だったが、その前に終戦を迎えたため生産されていない。なお、五式戦車砲の搭載方法については4、式中戦車の砲塔をそのまま乗せるか、 従来の三式中戦車の砲塔に搭載する二つの案が考案されていたとされる。三式中戦車の車体に四式中戦車の砲塔を搭載する試験は1945年3月19日、イラゴ社長で行われた。捜査に問題はなく、試験の結果は良好であった。また、同月、三式中戦車の砲塔に搭載するために五式7センチメートル反戦車砲の 方画を適合するよう改修が行われている。これらの試験車両や計画車両を指す三式抽選車長方針型三式抽選車改め、チヌ改めなどの故障は後世の書籍や研究者などによる便宜的な通称である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。